川ご森城は、愛媛県北宇和郡松野町松丸に存在した、日本の城、国の史跡、四万十川の支流、広見川と、さらにその支流の堀切川、岩市川に囲まれた、馬蹄系の独立給料場にある。山頂の本格を中心に、二段、三段の平坦地が設けられ、古城本城新城と、馬蹄型に車が設けられていた。馬の中央は、 風呂が谷と呼ばれる宿となっている。発掘調査が行われて、掘った手柱建物跡が複数確認されており、調査結果を踏まえて城内に門や建物が復元されている。また16世紀終わりから17世紀初頭の頃に大きな改修を受けており、河原吹きの建物や多門櫓等の存在が確認され、天守相当の建物が存在したと言われている。 川原遠藤のと呼ばれた渡辺氏が代々の居城としており、天文後期から天正年間にかけて機能した。天正8年から翌年の間に城主渡辺則りの近所だった柴玄三郎が暴略により東条を奪っている。天正11年の四国の役の後、戸田勝隆により柴玄三郎は放逐された。その後、当地を治めた東道高虎は、 東条の天守を移築していた島城の月宮蔵にしたという。慶長19年に伊達秀宗が宇和島藩を創立した際、不賀老の桑織氏が東条に入っている。その後、玄奈元年の一国一条令により、廃城になったとされる。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。ありがとうございます。